はい、こんにちは、梅野です。本日はひまわりを撮っていきたいと思います。はい、1枚目はここ撮っていきましょう。ここのひまわり2つが綺麗に咲いていて、でこっちのひまわりの花びらが大きくてこっちが小さいですので、まあ、そういうサイズ感の違いも含めて撮っていきたいと思います。で今日は快晴になってますので、まあ、ひまわりなのでできたら青空を入れていきたいと思います。でローアングルから構えまして、背景にお家とかがあると思うんですけども、あれは入れたくないのでグッと下がって背景が青空になるようにして撮っていきます。でこの後ろのところにまだ咲いていないひまわりがあるんですけれども、それはできたらまあ入れたくないかなと思ったので、左側のひまわりで咲いていないひまわりを隠してこういう感じで撮っていきましょう。はい、カメラを設定していきます。両方のひまわりにピントを合わせたいのと、背景の青空の部分、そこがまあぼやけないように F 値は10まで絞って撮っていきます。シャッタースピードは100分の1秒出てますので、ISO感度は100で OK です。でそのまま撮ってしまうとひまわりの黄色の色が潰れてしまいますので、露出をマイナス 0.7 に下げてマルチパターン速攻を使って撮っていきましょう。はい、撮れた写真がこんな感じになります。ピントの位置は右側のひまわりのど真ん中にピント合わせて撮っています。 F 値は10まで絞ったことで、右のひまわりと左のひまわり両方にしっかりとピントが合ってくれています。で背景をシンプルに青空だけにすることでひまわりの黄色がより目立つのと夏っぽさを強調できる写真になったんじゃないかなと思います。それでは次撮っていきましょう。はい、次はここ撮っていきます。ここのひまわりがまだ小さくて可愛かったので、これをメインに撮っていきます。で横から撮るとちょっとこのひまわりの大きさがわからないのと、正面から撮ると小さすぎてインパクトがないですので、斜め45度ぐらいから撮ることで、まあ、ひまわりらしさと可愛さを表現して撮っていきます。でここは縦構図にしまして、手前の部分の何もない部分なんですけれども、まあ、これを活かして背景が詰まってますので、ひまわりのお花が手前の方は何もないところにメインの被写体を配置することで、撮りたいものを明確にして、背景はひまわりのお花が詰まってますので華やかな背景にして撮っていきましょう。はい、カメラを設定していきます。手前の部分のひまわりはしっかりピント合わせて、背景はボケさせていくんですけれども、まあ、ボケすぎるとひまわり畑の感じが分かりにくくなりますので、 F7.1 まで絞って撮っていきましょう。シャッタースピードは160分の1秒出てますので、 ISO 感度は100で OK です。でここもひまわりの黄色が潰れてしまわないように露出値をマイナス 0.7 に設定してマルチパターン速攻を使って撮っていきましょう。はい、撮れた写真がこんな感じになります。縦構図で切り取って撮りまして、一番手前のところにあるひまわりにピント合わせて撮っています。でここもピントの位置はひまわりのど真ん中付近にピント合わせて撮っています。で手前の部分は何もない空間、他にひまわりが咲いていたりとかしてない空間でしたので、そこにメインの被写体を配置することで撮りたいものが明確になりつつ、背景はひまわりの花が詰まってましたので華やかな背景にして撮ることができました。でここで開放 F 字で撮ってしまうと背景が黄色一色になって幻想的なボケ感になるかと思うんですけれども、まあ、せっかく後ろにひまわりがいっぱい咲いてましたので、ここは F7.1 まで絞ってボケているんですけれども、ひまわりのお花だなっていうのが形がわかるぐらいにボケさせて撮ってみました。それでは次撮っていきましょう。はい、次はここ撮っていきましょう。ここのひまわりをメインにして撮っていきます。ローアングルから構えて撮ることで、ひまわりが太陽の方向かって
咲いているっていうのを強調して撮っていきます。でローアングルの横構図で撮ってしまうと、まあ、似たような位置に咲いているひまわりがありますので、どれをメインに撮りたかったのか分かりにくい写真になりますので、ここは縦構図で切り取って撮っていきます。でここで区切ることで、こっち側の見えているひまわりはこのひまわりよりも後ろに咲いていますので、ピントを合わせた時にこっちにしっかりピントが合うことで、どれをメインに撮りたかったのかが分かりやすい写真になってきます。でローアングルが構えて青空を背景に入れつつ、でこっちが右上にあって、背景のひまわりがこう囲んでいっているような、そういう配置で撮っていきましょう。はい、カメラを設定していきます。ここもひまわりの花びら全体にピントを合わせていきたいので、F 値は10に設定しました。でシャッタースピードは320分の1秒出てますので、 ISO 感度は100で OK です。露出はマイナス 0.7、 マルチパターン速攻を使って撮っていきましょう。はい、撮れた写真がこんな感じになります。縦構図で切り取りまして、ピントの位置は右上のひまわりのど真ん中付近にピント合わせ撮っています。 F 値を10まで絞ったことで、ピントを合わせたひまわりには全体にピントが合っていまして、背景のひまわりもボケすぎず、ひまわりのお花のディティールが残った状態で撮れたんじゃないかなと思います。でボケずに存在がしっかりしていることで、画面の左下から右下に回ってきて、そのまま上に行くというこの目線移動というかリーディングラインの役割も果たしてくれているんじゃないかなと思います。で背景は青空になってますので、ひまわりの黄色がしっかりと映えて夏っぽい写真になったかと思います。それでは次撮っていきましょう。はい、次ははぐれもののひまわりを見つけて撮っていきます。まあ、コスモスとかもそうなんですけれども、ひまわりのお花も大体みんな同じ高さで生えているんですけれども、まあ、その中でもちょっと背の高いひまわりを見つけて撮ってあげることで、ちょっと印象的な写真を撮ることができます。なので、今回は望遠レンズに交換しまして、見えにくいと思うんですが、あの辺に背の高いひまわりがありますので、それを撮っていきます。でそのひまわりのちょっと後ろのところにも背の高いひまわりがありますので、2本写ってしまうとポツンとした感じがなくなってしまいますので、撮りたくない方の背の高いひまわりは手前のひまわりで隠して撮っていきます。でこの辺が隠す要素と入って、で下にひまわり畑が入って、でこう来てこの辺が開くと思うので、そこにピントを合わせた背の高いひまわりを撮っていきましょう。はい、カメラを設定していきます。ここは F 値4に設定して、開放 F 値よりちょっと絞ることで解像感を出しつつ、前ボケとかを使って撮っていきたいなと思います。シャッタースピードは800分の1秒出てますので、 ISO 感度は100で OK です。露出プラマイゼロのマルチパターン速攻を使って撮っていきましょう。はい、撮った写真がこんな感じになります。ピントの位置は、後ろにある背の高いひまわりのど真ん中にピントを合わせて撮っています。でこのひまわりの左側にも同じぐらい背の高いひまわりがあったんですけれども、それが一緒に写ってしまうとポツンとした感じが出なくなってしまうので、そこは左側にあるひまわりの前ボケで隠して撮っています。そうすることで右側に背の高いひまわり1本だけになりますので、ポツンとした感じとかどのひまわりを撮りたかったのかが明確になったんじゃないかなと思います。で F 値は4に設定していますので、手前のひまわりは前ボケに使いまして、背景の民家とかもボケてくれていますので、前後の奥行き感が出たんじゃないかなと思います。はい、最後はいつものシックな感じを撮って終わりにしたいと思います。で背の高いひまわりいっぱい咲いておりますけれども、早咲きのひまわりなのでしっかり大きいひまわりはちょっと花びらがしなしなとなってきていますので、こちらの方にまだ若いひまわりがありましたので、これをメインに撮っていきたいと思います。で咲いたばっかりなので黄色の色がちょっと、
原色の黄色じゃなくて白っぽい黄色で綺麗なのと、背が低くて背景が草になっていて影のところにもなっていますので、背景を暗くして日の丸構図でシンプルに撮っていきたいなと思います。はい、カメラを設定していきます。 F 値は 5.6 に絞ってひまわり全体にピント合わせて撮っていきます。シャッタースピードは500分の1秒出てますので、 ISO 感度は100で OK です。露出値はプラマイゼロのハイライト重点速光に設定して、ひまわりの背景を暗くして、かつひまわりの黄色が飛ばないような速光モードに設定して撮っていきましょう。はい、撮った写真がこんな感じになります。ピントの位置はひまわりのど真ん中にピントを合わせて撮っています。 F 値 5.6 に設定して撮りましたので、ひまわりの花びらの右から左、上から下で奥行き感全部考えてもピントが合っているんじゃないかなと思います。ハイライト重点速光を設定して撮りましたので、背景が暗くなりつつひまわりの黄色が飛ばない写真を撮ることができました。でひまわりの黄色は明るい色ですので、背景が暗いとよき目立つような感じになると思います。それをシンプルに日の丸構図で配置してみました。でひまわり畑だと、いろんなお花と他の花とかと絡めて撮りたいところなんですけれども、ひまわり自体も綺麗なお花になりますので、全体を撮るのも大事なんですけれども、この一輪だけにフォーカスして撮ってあげるとまた印象的な写真になるかと思います。はい、本日はひまわりの写真を撮りに来ておりました。今が7月上旬ぐらいなので、まだ早咲きの部類には入ると思うんですけれども、いろいろ撮ることができました。ただ今日すごい暑くてもう帰りたいので、多分今までの撮影で最短の30分ぐらいで撮影してきました。これからいろんなところでひまわりが咲いてくる季節になりますので、今回の撮影で参考になるところがあればぜひ真似していただければなと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。Descend. Colors painted in the sky, a peaceful scene I can't deny. Gently playing on the keys, this melody will set you free. A soothing voice, soft and clear, embracing all that we hold dear. Let the